どうも、アキペンのアキラです。久しぶりにお目にかかります。ちょっと待って、髪型が大丈夫か。まあそういうこともありまして、こちらのチャンネルではときめく文房具やときめくクリエイティビティをストリートアート好きの私アキペンのアキラ目線で紹介しております。最近はですね、ずっとグラフィティにまつわることばっかりやってたんですけど、そのグラフィティの書き方っていうのをね、たくさん紹介してる傍ら、インスタグラムでたくさんメッセージをいただくようになりました。私の作品にアドバイスくださいっていうのもたくさんもらえるんですけど、長文で返しちゃうんですよね。だからちょっとそれで あまりに長文でめんどくせえやつって思われるもん嫌なので、実際に僕だったらこうやるよっていうのをここで書いて皆さんにお見せできたらなっていうのを考えたので、新しいシリーズ、新シリーズ、なんていうこれ、手直しシリーズ、レタッチとかにするか。でそのレタッチとかリクリエイト、まあそれはおいおい考えていきましょうと。今回は第1回目なので、今回はこういう作品、こちらの作品がですね、グラフィティの描き方っていうのを見てもらって描き始めましたっていう報告をいただいたんですけど、かなりクオリティが高いと思います。だってここまでできてたら描けるって言えるぐらいにはなってるじゃないですか。なかなかいい線までいってると思うんですけど、やっぱりなんかちょっと納得がいかないっていう部分があるからこそメッセージをくれたと思うんですよね。なので今回はね、こうやればちょっと良くなるんじゃないっていう部分と、グラフィティの描き方講座で、僕が紹介した点にのっとって修正をアレンジを加えていきたいと思います。それでは、はい、それでは、早速やっていきたいと思います。今回いただいたのがこちらのグラフィティです。でフーディーって書いてあるのは、きっとこれは韓国の歌手の方のファンアートなんでしょうね。でこれをさらに良くするにはどうしたらいいかということで、相談をいただいたので、どうやっていったらいいかっていうのをね、僕なりの解釈でね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、割と簡素なやり方でありますが、レタッチができました。でここからさらにクオリティを上げるにはどうしたらいいかっていうことで、あ、ちょっと待ってね、まずまとめて説明しますかね。まず一つ目として、この押し出しの部分が割と、不安定っていう点ですね。これをより良くするには、まずこの押し出しの方向をまず安定させるということと、この H の真ん中の下のこの部分が押し出せてないっていう部分もありまして、まあ、押し出さなくてももちろんいいんですよ。であとこの D の部分もここにこう背景が来るので、ここが水色になるはずなんです。とあとは、こういう重なった部分にオーバーラップの影、オーバーラップの影を半透明でつけてあげると良くなるかなっていう点と、あと結構こういう部分、王冠のこういう部分、修正ペンってなかなか、太いペンなので雑になりがちなんですが、ペンの先とね向き合ってうまく表現してあげるといいと思います。であとこの部分が丸でとどまってるだけなので、もっとこうたくさん大きい丸から小さい丸まで抑揚をつけてやるっていうのがポイントですね。なのでちょっと弾けが足りないかなっていうのが僕が感じたところです。でもここまで描ければかなりのものなので、しかも O をねハートにアレンジしてみるっていう、ちょっとチャレンジングなことをしてるので、かなりここから良くなると思うので、今言ったことを踏まえてちょっとレタッチしてみましょう。この H の部分っていうのが奥行きが足りてないっていうのが、ここからこうこの角からも出っ張ってきます。なのでこう来るはずなんですよね。はい、あとはこの D の部分がこう立体的になっているので、この部分は、水色の背景が露出してほしいと僕は思いました。この感じで、この丸とか背景のこういう水しぶき的な、泡の部分はなんだろう、付け足すというよりは全体のバランスを整えるっていう意味なので、結構この辺が寂しいかなと僕は思いました。なので結構がっつりとこんぐらい大きくしてしまって、そこからこういう感じで、大きい点から小さい点まで、うわかなりちょっと横に広がっちゃったな、逆にバランスが崩れてるじゃんってところが思っちゃったので、まあ今回はこのまま進めていこうと思います。で、あとは
この部分オーバーラップの影の部分なんですけど、これは半透明の黒なので、ちょっと薄めの黒のペンとか、灰色のペンを使うといいと思います。このハートがこの H の上に重なってるということは影が落ちてもいいんですよね。だからこのハートの影がこう来る、これは仮なんですけど、こう来てここをこうしてあげると、ほらちょっと立体感が出るんですよね。まるでこのハートがかなり上にかぶさってるように。でこれ立体的に矛盾してると思うかもしれないんですけど、全然それでも構わないです。結構その矛盾していることが実現できるのがその絵の世界なので、やっぱそのアートっていう意味では全然ちょっとぐらい矛盾してもいいと思います。例えば左に影が落ちてるからといって右に影を落としてはいけないわけでもないので、こんな感じでこうしてやるとかなり前に浮いてきたようにも見えますね。でこのハートをにもこっちのハートにもこの落ち影を付け足してあげて、ほらハートがちょっと出っ張ったように見えたでしょ。同じようにこの D の部分も影にしてあげて、こんな感じですかね。でこのハイライトのパパパって外側に出てるこの光ができればもうちょっと綺麗に描いてほしいですね。修正ペンはなかなか出すのが、インクと仲良くなるのが難しいので、ちょっと最初は技術がいると思いますが、慣れるといいと思います。でハイライトもここですね。で結構この辺のハイライトで悩む人がいると思うんですが、上の方向から雨が降ってきたとして、その雨が、乗るところ、一番最初に濡れるところにハイライトを乗せてくれればいいんですよね。そう考えるとこういう見えないところに乗るじゃんとか思うかもしれないんですけど、ちょっとうまく説明できないので容赦してほしいんですけど、そうだからこの場合は上には乗るよね。こういう感じでこの辺につけてもらえればいいんですけど、でこの辺も乗るよねと、この辺とかこの辺も乗るかなって感じで、上と左っていうのは映像の中では上と左って解説してるんですけど、上だけじゃ寂しいのでもう一個の側面を塗らしてほしいんですよ。あでここも上だからハイライトが来る、左側でもハイライトってつければなんかそれっぽくなるので、全然どこにつけてもいいと思うんですよね。だからそれはどこにつけるといいよというよりは、自分なりの法則を持つといいよっていうアドバイスに過ぎないですね。あともう一点、言うとしたら、このここの押し出しがですね、全体的にまばらで、僕は、グラフィティの描き方講座では確実に同じ長さの線を引いてくださいっていう表現を、しているんですけど、この緑の線に注目してほしいんですけど、全体をこの緑の線の長さと比較すると、まあここは、はい、ここに来てますね。なんでここに来てほしいんですよ。ここに当ててみるとこんだけ違うんですよね。ここからこういう角度で来てほしいんですけど、この上のこの線に関してはここからこう来てますよね。 だいぶ角度が変わってます。この部分も角なのでこう来る。ひとまずこれを全部の角に当てはめてみましょうか。こんだけ無意識のうちに歪んじゃうんですね。目で見た感じで描くと歪んでしまうので、もうかなり業務的に線を引くといいと思います。これを踏まえて修正したいと思います。こ
これでだいぶその平行的な矛盾がなくなったので、これで全部ずれてちゃダメなの、ずれてたっていいじゃんって思うかもしれないんですけど、全部がこう変な方向に、違う方向に向いちゃうとなかなか安定感っていうのがね出なかったりするんですよね。なので結構その1点からこう押し出されてるとかだったらいいんですけど、でもねやってはいけないってことがないことはないので、好きなようにやるのが一番いいと思います。これはあくまで参考にしてください。それでは独断と偏見で文字はピンクのフロエッジで水色で縁取りね、 O がハートになっていると、王冠があるのと唇がありますと、飾りとして右下にはタグサインっていう感じかな。このコンセプトを持ちつつ、このフーディーさんのイメージを拾うと女性ですよね。女性らしくてハートがね2個並んでるっていうのがね、ハングルとね相性がいいと思ってて、真ん中こうしてこういう感じにしたいな。ハート2個とハングルにちょっとかけたい、まあ、こんな感じでいきましょうか。イメージすぎて使える、ガンガン立体感できたで。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのチャンネルでは皆様からのリクエストも常に受け付けてますし、インスタグラムのメッセージなり、概要欄にリンクがあるので、あとツイッターでもいいです。で、チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いします。それでは。